はい、公募説の永瀬です。くさびと書いて説と呼びます。はい、東京ペンションに向けてね、作品紹介、本日もね、いっぱい紹介しております。もう最後ためにためてね。まあ実は昨日までに全部発送してしまいました。で、本日完成させたやつの動画の方、まあ今から、スーツケースに入れて持っていくわけなんですけど、ちょっと紹介いたします。はい、こちら。はい。お、またなんか変わったやつ、新型って思われる方。うん。最近公募説を知った方はちょっとまだ知らないかもしれませんね。これすごい昔からある作品なんですよ。これはね、2ミリの新ホルダードロップ式となります。はい。あの、2ミリの芯使いますよね、皆さん。うん。あの、ペンシル接の方でも2ミリあるので、はい、2ミリ使われる方はね、この長い芯、入りますので、12センチのね、はい、こちら使っていただいていると思うんですけど、こいつのドロップ式、ノック式じゃなくてドロップ式。ドロップ式ってなんだろう？後でちょっと説明しますね。まず価格帯と材料の方ですね。はい。2ピースと、あとすごいちょっと作るのめんどくさいとかいろいろあってね。ペンシルプラス、ペンシルとかルーチェペンの価格プラス2000円。いわゆるグラッソと同じだと思ってください。よろしくお願いします。ガリンの紅白はごめんなさい。1本だけ。そしてガリンの小木。ごめんなさい。もうこっちに関してはね、もう値上げした価格でちょっと販売いたします。よろしくお願いします。ハワイアンコアは2万円と2万2000円がございます。でね、メキシカンキングウッドだ。キングウッドの通りはメキシカンでやってしまってね、おおと思ってしまって、まぁ、ちょっとここはね、いつも、本当は1万7000円になる、1万7000円、1万8000円になるんですけども、ちょっとまぁ、今回に限って1万6000円で出します。で、レース COは1万4000円。そして1万2000円のブラックウッドになるわけなんですけど、実は2ミリのね、このドロップだけはね、ブラックウッドが圧倒的人気だったんだよね、今まで。一番人気でしたね。はい。なんでだろうっていう感じなんですけど、本当にブラックウッドばっかり売れてきましたね。まあ今となってはちょっとどうなるかわかりませんけども、まあいろいろ作ってみましたので、はい。まあ個人的にはカリンかな。カリンとハワイアンコアが好きで、そちらの方を目に作りましたが、うん。またね、金具の方が100本ほどできましたので、はい。順番に作っていこうかなと思っております。はい。こういう感じで28本ですね。はい。ご用意いたしました。よろしくお願いします。で、磨き直し。ちょっとクリップ、磨き直しするのにちょっとクリップつけてないんですけども。はい。こういう形です。これにクリップがついてるんですけど、ドロップで何って。ノックすると、フリーになって芯が自由に出るんですよね。で、ここで止まるようになってる。うん。この説明をしていきましょう。ストッパーがついてるのでね、グッて押しても、止まるんですけど、はい。で、重力によってね、反対にすると入っていきます。ただこれがね、ここにストッパーがついてるやつ。はい、三菱さんのやつってね、多分こいつしかないんじゃないかな、この、ユニシリーズのこれ。三菱さんでもね、そのストッパーがついてないやつも売ってます。他のメーカーさん、ステッドラーさんとか、ファーバーカステルさんとかね、いろんなメーカーさんも出してるんですけど、ストッパーがついてないやつは、2ミリのノック式の方でね、使ってください。で、こっちをね、ドロップに入れてしまうとですね、グッて押して重力でやると落ちちゃうんですよ。うん。結構、本当に、早く落ちてしまうので、できればストッパー付きの方がね、使いやすいかなと思います。で、逆にストッパー付きのを、ノック式の方に入れちゃうと、ここからもう出てこないので、うん、ちょっと大変かもしれないので、うん。ノック式のやつは、そのストッパーなしで、ドロップ式はストッパーありのを使った方がよろしいかなと、僕は思います。はい。で、ホールド力ですね。これ、ホールド力。自分の好きなとこで止めれるんですけど、うん、ホールド力。今はね、最初なんでね、大丈夫です。はい。もう全然。へこまないんですけども、これがね、緩んできてへこむようになるってことがね、問題が起きます。はい。
それはなんでかっていうとですね、その時はね、芯、まずここ外してください。で、芯を抜いてください。で、真ん中、くるくるくる、と、ボディを抜いて、ボディを抜いてですね、はい、こうしてパーツが分かれます。それはね、ここのバネがね、ここのメカの中に入ってね、ずーっとグッと縮まってるんですよ。で、そのうち縮まったまんまね、固定されちゃうとね、バネが縮まった状態で固定されると、バネのホールド、バネの力でグッて止めてるんですよ。ホールド力が弱くなるのでね、弱いなと思ったら、ここ外してもらって、バネをね、こうやってちょっとギューって伸ばしてください。軽く。うん。軽くじゃない。ちょっと痛いかもしれない。うん。そうするとね、で、また、はめていただいて、はい、ぐるぐるぐる。で、マシン。はい、入れまして、やると、はい、ホールド力、戻ります。はい。こういうことが過去にも起きました。ホールド力が弱くなってどうしたらいいですかっていう、直してくださいっていうのはもう簡単純にバネの力だけですので、はい、このように直すことが可能です。はい、ということで今回超久しぶり、何年ぶりっていうぐらいに、はい、2ミリ新ホルダードロップ式を作りましたので、東京ペンショーを持ってきます。もちろん長澤さんの方にも持っていきますので、また関西の方ね、はい、東京は行けないよーっていう方、関西の東京ペンション、あと1月ですね。はい、長澤さんのイベント来てください。長澤さんのイベントですね。東京ペンションが終わってから、11日かな ?11 日ぐらいに、はい、長澤さんの方、並びに僕の方でね、告知いたします。事前予約制、フリータイムあり、っていう感じでやりたいなと思っておりますので、はい。またドロップ、興味ある方、東京メッションに来ていただいて、ダメな方はまた長澤さんからのイベントでね、よろしくお願いします。ではではまたお願いいたします。